そういえば以前の動画で、まあ、一番簡単に釣れるわ、一番釣れるわって何ですか、僕はこうだと思いますみたいな動画を出したと思うんですけど、まあ、いろんな候補が俺の中にこうあってね、その中でいやこれかなって思って動画では出したんです。だけど、そう、一番簡単に釣れるわ、あ、そっか、それもあるなって思ったのが、まあ、何個かあって、その筆頭がゲイリー。ゲイリーの山線香とか芋とかね、そういったの。僕は線香4インチが釣れると思いますって言われて、ああ、そう、ゲイリーあったわって思って、そうだ、言うの忘れてた。俺買わないからさ、ゲイリー。だから完全に失念してた。ということで今回はね、まあ昔はすごくよく使ってたゲイリーのマーブなんですけども、まあその時のね、まあ経験とか踏まえながら、今回はね、よく釣れるワームの筆頭。おそらく今動画を作るんであれば、一番釣れるルアーとして、もしかしたらあげるかもしれないゲイリーについてお話ししていこうかなと思います。アジェンダ、釣れる釣れると言われるゲイリーですが、じゃあ実際のところどうなのって言ったら、まあ、結論言ってしまうと確かに釣れる。でも、じゃあなんで僕が今使ってないのかっていう部分の説明、まあ、説明っていうほどない、一言で終わるような部分なんだけど、と、まあ昔は使ってましたよ、ゲイリーのワームっていうのは。その中で、まあ、これをよく使ってた、これはこういう使い方するとすごくいいんじゃないかな、みたいなね。っていうのを、今回ね、素人なりに、ゲイリー素人ですけど、話していこうかなと思います。そして、3つ目。ゲイリー釣れますよ。そう言われますけど、じゃあなんで釣れるの？実際そこですよね。釣れる釣れるとは言うけど、なんで釣れるの？っていうところを、まあ、いろんな人の意見を聞いたことがあるので、その知識を自分なりに解釈して、こうじゃないの？っていう説明をしていこうと思います。はい、それではね、それぞれ説明していきましょう。まずね、ゲイリー釣れるとは言うけれども、なんで僕が使わなくなったのか。すげえ単純、もろい、コスパ悪い。はい、終わり。 はい、それだけです。それだけの理由で使わなくなりました。はい、なんで、例えば僕がゲイリー山本さんからスポンサードを受けて、無尽蔵にゲイリーワームを提供していただけるのであれば、今でも使ってた部分は多かったかも。半分ぐらいはゲイリー使ったかもしれない。逆に言えば、自分でお金払って買ってる分には、あんまりにもボロ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 なるんで、うーんってなるから使わなくなった。やっぱり1日1泊ぐらい軽く消費するんで、真面目にやればもったいないじゃんってなっちゃうから、使わなくなりましたね。ただ、まあ、そのルアーとしての性能っていう部分はもう間違いなくいいので、まあ、ゲイリーのワームっていうのは、一つはやっぱ釣れる。釣れるっていう要素は後で説明するので、ここでは詳しく説明しませんけども、やっぱり釣れるんです。だから、釣れるっていう一番大事な部分が天元突破してるわけですから、それはいいし、プラス、すごく入手性が高い。だって釣り具やったら絶対置いてるもん。置いてない釣り具がなんか見たことがない、俺はゲイリー。まあ、餌しか置かないよってとか知らんけど、ルアーを置いてる釣り具屋で、ゲイリー山本を置いてない釣り具屋なんかあんのかっていうぐらい、まあ釣り具屋に行ってありますよ。だから入手性がすごく高い。僕はこれすごく大事にしてるんですよ。だから、めちゃくちゃ釣れるルアーがあったとしても、手に入らなかったら意味ないじゃん。だってなくしたらどうすんの？ロストしたらどうすんの？欲しいって思っても買えないじゃん。だから、なんかそう、すごい入手難易度が高いルアーって僕は基本的には使わない。それはルアーとして2番目ぐらいに大事かな。一番大事なのは釣れるかどうかかもしれないけど、2番目ぐらいに大事な部分だと思ってるから、それが満たされてないルアーっていうのは、正直ルアーとしてはダメかなってすら思ってるから、まあ、それはメーカーのなんか流通の力とかあるから、その一概には言えないんだけど、ただ、まあ、トータルで考えた時に、釣り具屋って絶対あるよっていう原因は、まあ、ルアーとしてはめちゃくちゃ優秀だということです。あとは非常に使いやすいというか、何て言うかな、ウェイトがあるから使いやすいっていうのもあるし、なんか癖がないから使いやすいっていうのもあるんですね。だから非常にあらゆるゲイリーワーム、いろんなラインナップがありますが、まあシンプルですよ。まあ非常に分かりやすいということもあって、なんかこう、これどうやって使うのとか、そういった悩ませる要素っていうのがない以上、めちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなと思います。そんな感じだから、非常にルアーとしての性能っていうのは、ゲイリーの製品ってめっちゃ高い分類に入ると思うんですよ。ただ唯一でも最大の欠点は、もろい、そこなんです。それがあるから僕は使わない。でも使ってる人いっぱいいる。だって釣れるじゃん、手に入りやすいじゃん。まあ多少もろくてもいいよっていう人もいるから、これは好き好きだと思う。でも僕が使わなくなった理由の唯一にして最大の理由は、もろいからです。で、それでも昔はよくゲイリーのワームを使っておりました。その中で、まあ、僕なりにね、これからゲイリー使ってみようかなって思う人にね、おすすめのワームとかはね、まあ今までゲイリー使ってた人はそのまま使っていただければいいですよ。これからちょっとゲイリー使ってみようかなっていう人は、ちょっといろいろおすすめがあるので、おすすめって言ってもオーソドックスなものしかないんだけど、
その辺話していこうかなと思います。でゲイリーといえば代表的なのはグラブ、そしてカットテールで線香、この3つかな。でこの3系統だと思うので、この3系統のどれかを選べばいいと思うんですけども、まあ、基本的にカットテールにしても線香にしても4インチ、ストレートアームはね4インチが基準だと思います。グラブに関しては3か4か、そこは好み。まあ俺は3かな、うん、かなって感じ。まあグラブ、カットテール、線香どれ選べばいいんですかって言われたら、僕はね線香をおすすめします。線香4インチ、これが非常にオーソドックス。使い方はノーシンカーかテキサスリグか、いやもうぶっちゃけ何でもいいけどっていう感じ。あ、まあ、ちょっとウエイトがあるので 7g、 4分の1オンスあるので、まあ、ライトリグを扱うスピニングではちょっと重たいと思います。ですからまあ柔らかめのベイトタックルだったりとか、まあ、M クラスのベイトタックルだったりとか、ちょっと固めなスピニング L とか ML とか、おそらくバーサタイルって言われる領域のタックルに合ってくるのが4インチ山線香ぐらいだと思います。これがいい。脳進化で使ってる。使い方は投げて落とすだけ、それだけでめちゃくちゃ釣れる。まあもしくは線香だったら脳進化を非常にゆっくりただ巻きする、これがめちゃくちゃ釣れるんだわ。だからそれでもいい、まあただ巻きじゃなくてもズル引きでもいいよ、何でもいい。スーって引くだけ、あの一本の棒がずーって動くだけがめちゃくちゃ釣れる。まあ厳密に言えば線香は結構くねるんで、まあ、まっすぐ合字引きみたいなのはできないんだけど、それがいい。でこのくねる動きっていうのは実はサイズ感が長くなれば長くなるほどより良くなるんですよ。だから4インチより5インチ、5インチより6インチの方がアクションはいい。ただ6インチ線香とかになってくると、まあ、重たいっていうのもあるから使えるタックルがちょっと限定的になってしまう。プラスやっぱりでかいから食ってくる魚のサイズ感もでかくなる。まあ選んでしまう、まあ選ぶことができるっていう利点はあるけど、選んでしまうっていうデメリットでもあるから、まあ一番バーサタイルというか使いやすくて食ってくる魚のサイズ感も選ばなくて、まあ入手しやすくていろんなところで都合がいいものっていったら4インチ線香、そういう使い方をすればいい。まああとちょちょんってピピって動かすのもあり。まあちょっとゲイリーでそれやっちゃうともろいからすぐちぎれちゃうんだけど、でもそういう動かし方もできる。だからどこでも本当に確かにどこでもできる。俺がその動画を出した時に、まあ、ファットイカだったりとかソルティーコアチューブだったりとかね、あとなんだネコリクだったりとかいろんな話をしてたけど、ゲイリーあったわって思ったんですよ。もう完全に忘れてたからゲイリーだから今だってこの4インチ山線香言うかもしれないっていうぐらい釣れます。で使えます。で使い方も非常に簡単だから、まあ、今だったらそれをおすすめするね。でまあ、線香でもいろいろな種類がありますが、基本的に3インチ、4インチ、5インチ、6インチとありますよね。その中でベースを4にしていただければいいと思うし、5インチ、6インチっていうサイズを上げていくのは、まあ、でかい魚を釣っていきたいからサイズを上げるっていうのも OK。 もしくはこう投げてゆっくりただ巻きする、イメージとしてはテールのないシャットテールワーム、そういう扱いをするときはサイズを伸ばしてやるっていう考え方もありかなと思います。で山線香の次におすすめするのはカットテール。やっぱカットテールですよ。これも4インチをベースにした方がいいかなと思います。で線香との使い分けっていうのは、基本的に線香っていうのはこう順刺しというかね、オフセットフックで頭から刺してやることをベースに脳進化とかで扱うのを基準に考えていただければいいと思うんだけど、カットテールに関してはどっちかというと腹掛け、つまりワッキーとかネコリグとか、ああいう使い方をする方に向いてるかなと思います。ちょっと細いんで単純な脳進化とスピーって投げるのは軽いからね、難しいかなとは思う。逆に言えばライトクラスのタックル、まあ、線香よりもよりライトなタックルを扱う上ではカットテールの方が都合がいいと思います。線香と同じタックルで使うのであれば、線香4インチに対してカットテールは5インチぐらいのサイズ感じゃないとちょっと使いづらいかもしれない。ちなみにグラブ系統はおすすめしない確かに使うのすごく簡単なんだけど、テールちぎれるんで、めちゃくちゃこれ俺の好みの話だから好きな人は申し訳ないんだけど、このテールがマジで厄介。オープンウォーターでペッて投げてくる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 って使うぐらいならすごくいいかもしれないんだけど、これがカバー絡みになったりとか遠投することになったりとかするとめちゃくちゃこのテール邪魔なんですよ。空気抵抗大きいんで飛ばないとか、あのテールがカバーに張り付いて中に入っていかない、で無理やり入れたらテールちぎれる、この野郎ってなるんで、テールちぎれたらただの芋グラブなんですね。それなら線香とかでいいじゃんって話になっちゃうから、まあそれかもしくは単純な芋でいいじゃんって話になっちゃうでしょ。だからね、あんまりおすすめはしない、個人的にはです。
で、あとはまあ言わずと知れたレッグワームとかもね、やっぱあるじゃないですか。冬場の定番、亀山ダムとかレッグワームリグというね、レッグワームを使ったダウンショットをね、そういう風に言ってるけど、まあ、釣れるということです。それぐらいね、僕もやっぱり一時期使ってましたが、確かにバランス良くてダウンショットで使いやすい。ただどちらかというとズル引きだったりスイミングだったりシーキングリトリーブだったり泳がす方向にフォーカスを当てて使うタイプのワームですね。まあ落とすでもいいけど、とにかく移動させるってことが大事。縦でも横でもいいから。だからあんまり向いてないのはその場でシェイクとかいうのはそんなに効果はない。レッグワームに関しては投げて落として引いてきてっていうのが得意なのがレッグワームかなと思います。確かにこれもライトクラスのダウンショットでは出番が多いかなと思います。で、あとファットイカ、まあ、僕がよく使ってるやつですね。まあルアーとしての性能というか、まあ手に入りやすさを除いてね、耐久性の面だったりとか、投げやすさだったりとか、製品の安定感とかいろんな部分でルアーとしての性能は僕はKTECのソルティコアチューブの方が優れてると思ってるから、ファットイカは今あんま使わないんだけど、ただやっぱり高ひじ系バックスライドアームの元祖ではないだろうけど、まあね、有名どころとしてファットイカもありかなと思います。こんな感じですね。まあ他にもいろいろゲイリー商品いっぱいありますので、ゲイリー山本の公式ホームページを見ていただいて、プラスあとゲイリーの公式サイトには載ってないものとかもあるんですよ。それはスミスさんとかから出てる場合もあるんで、まあ、代表的なのはファットイカ。ファットイカなんか公式ホームページには載ってないんですよね、ゲイリーの。逆にスミスさんのところでは載ってるということなんで、その辺も考慮しながらいろいろ見ていただければいいかなと思います。はい、そんな感じでいろいろおすすめ見ましたけれども、じゃあそもそもゲイリーって釣れる釣れるっていうけど、なんで釣れるんですか。これ結構疑問に思われている方いらっしゃると思います。でこれ答えがあるわけじゃないんですけど、とあるメーカーの人とかの話を聞いている限りではこうだろうなっていう考えが、結論が僕の中であるので、まあ皆さんもあると思うんだけど、まあ、その辺も初心者向けの話になるかもしれませんが、話していこうと思うんですが、まず結論から言ってしまうと、ゲイリーが釣れる理由は塩です。でこの塩もいろいろ言われてるじゃないですか。生物的比重とかね、生き物の重さに非常に近い配合をした塩だからそれがすげえ釣れるとかね言われてるじゃないですか。じゃなくて僕は普通に単純に塩味が効いてると思ってるだけです。塩味が効いてるから、あ、うめえうめえってバスが来るとだってその方が分かりやすいじゃん。だって絶対そうだもん、絶対そうだから。でもそれ言ったら塩入りのワームなんかいっぱいあるじゃないですかと。でもなんで今特別ゲイリーのやつが釣れるって言われてるんですかって言ったら、それはゲイリーマテリアルの力だと思うんですね。ゲイリーマテリアルってゲイリーのマテリアルですよ。まあまず塩がまずなんで釣れるかって言われた時に、これね、KTECの中の人まあ開発部門の人かなんかかなが言ってた内容だと思うんですけど、どこで言ってたかちょっと忘れたんだけど、なんか言ってたんですよ。KTECさんって今でもいっぱいいろんなワーム作られてると思うんですけども、その中にコアショット系のワームっていうのをよく作られてるんですよね。コアショットっていうのは今だったらね、代表的なのはまさにソルティコアチューブですよ。ソルティコアチューブなんていうのは塩がこうぎっしり入ったコアを包み込むように外殻のノンソルトな、ワーム素材で、囲ってやるというか、包んでやることによって高い比重を持ったワームをの耐久力を上げるみたいなね、そんな製法なんだけど、ケイテックさんって昔結構そういうコアショット系の作り方をしたワームっていうのを出してました。それこそ線香みたいなコアショットのやつも出してたんですよ。線香だと脆いから、あの中に芯にウエイトを詰め込んで、まあ、塩のねコアを作って、その外殻をノンソルトのやつで覆うみたいなワームもあった。名前は忘れたけど、そういったワームも出してたんです。でも今廃盤になってます。なんでか、釣れないからっていうことさ釣れないから廃盤にしたみたいってさ、まあ、釣れないからというより売れなかったからかもしれないですけど、ただ中の人は釣れないって言ってたんです。これは中の人が実際試したみたいで、ソルトなしのワームとソルトありのワームだと、まあワームを比べたわけじゃないんだけど、ノンソルトのワームとソルトインのワームを同時に使い比べたら、魚はソルトインの方を確実に食うって言ってたらしいです。これが塩効いてんだなっていうことになって、その塩が外に出ないコアショット系のものは作らなくなったって感じですね。こういう風に釣れないから作らなくなったみたいなのは結構あって、ケイテックさんの場合ね。他にも例えばリトルスパイダーとか、旧型のリトルスパイダーってエラストマー素材だったんですよね。でもそれが今はワーム素材に変わってる。
エラストマー素材の方が頑丈でいいじゃんってなるんだけど、ただやっぱりエラストマーだと食わない、ワーム素材の方が釣れるっていう判断で、今はリトルスパイダーっていうのはワーム素材に変わりましたっていう話もあった。ケイテックさんはそんな感じで、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱり塩なしより塩入りの方が釣れるし、塩入りでも塩が外部に露出しないコアショット系よりも外部に露出する、まあ、そのまんまのやつねの方が釣れるっていうことなんですよ。まあソルティコアチューブに関しては釣れる釣れないよりも耐久性とか使いやすさとかそっちの方がメインだと思うからコアショットだと思うんだけど、単純にワームの釣れる釣れないで比べたらコアショットより、コアショットはあんまり良くないっていうケイテックさんの結論があって、だからそこで塩効いてんだなっていうことなんですよね。すぐ分かると思うんだけど、でも塩入りのワームなんかいっぱいあるじゃないですか。その中でなんでゲイリーだけ特別釣れるって言われてるかっていうと、その塩がより効いてるからだと思う。いっぱい塩が入ってるからじゃないんですね。ゲイリーマテリアルって脆いじゃないですか。実際すげえ脆いんですよ。その脆さが塩をより拡散してると思ってるんですね。だから塩をこう抱きかかえておく力が素材的に弱いから、水の中に入れ込んで使ってるうちに外部に、まあ、水中の中に塩が溶け出しやすいから、より魚が食うっていうことだと思う。これ誰かが言ってたわけじゃないんで、ここの部分はケイテックさんの話からこっちの話に来た時に、こっちの話は誰かが言ってたわけじゃないから僕の勝手な推測なんだけど、おそらくそういうことだと思います。だから塩入りのワームなんかいくらでもある。でもゲイリーのワーム以上に脆いワームってあんまないですよ。だからゲイリーは塩入りの中でもトップクラスに素材が脆いから、その分塩がベーってなりやすくて、より魚が食うっていうことだと思います。だから、まあ、ゲイリーのその僕が使わなくなった最大の理由である脆さっていうのが武器なんですよね。ゲイリーにとっては。だからそこを改善してしまうと多分釣れなくなるので、ゲイリーがゲイリーである以上、その素材感っていうのが変わることは絶対ないです。ゲイリー山本さんは変えること絶対ないと思う。それ変えたらゲイリー山本じゃなくなるから。だから、あのまんまで行かれると思うんで、僕は今後も使うことはないかなと思うんですけども、まあ、それぐらい釣れるワームだよ、釣れる素材使ってるよっていうことだと思います。はい。ということでね、今回はゲイリー山本のお話を、ちょっとね、僕なりに推測も交えながらお話ししましたけれども、まあ確かに釣れる。で、やっぱり手に入りやすいっていうのもあって、コスパは良くないんだけど、まあそんなに毎日毎日釣り行くとかではないのであれば、月1、週1とかで釣り行くのであれば、そんなにワームの消費っていうのは気にならないと思うから、全然買っていただいてもいいと思うんで、そうだな。今出すなら、一番釣れるワームは4インチ山線香っていうかもしれないです。はい。ということでね、今回はこれぐらいにしておきますか。皆さんはどんなゲイリーワームが好きですか？またどっかお会いしましょう。そらだなでした。